皆さん、こんにちは。脳梗塞リハビリセンターの福田です。本日は肩を伸ばす練習をご紹介したいと思います。まあ、厳密には腕を後ろにこういうもう練習なんですけれども、どういった方にいいかなというところなんですけれども、上半身を起こしづらい方、起こせててもちょっと崩れやすい方、もしくは腕を伸ばすときに前に伸ばしづらい方ですね、そういう方に対しておすすめのトレーニングです。では早速やってみたいと思います。今は立った姿勢でやりますけれども、座った姿勢で行っていただいても構いません。まずは姿勢をきっちりまっすぐ可能な限り保った状態で、骨が手な方の手首を良い方の手でしっかりと掴んでおきます。この状態で可能な限り体の真ん中まで手の位置を寄せる、体の真ん中までお尻の、ね、間ですね、寄せて、この状態で後ろに腕をこういう風に伸ばしていくですね。いけるところまで伸ばしてこういう風に伸ばしていく、いけるところまでいったら3秒間で1、2、3と触ってゆっくり伸ばす、伸ばして1、2、3というのを辛くない範囲で行ってください。注意点としては痛みのない範囲で行うこと、例えば鬼が手の方の肘とかちょっとこう曲がって伸びづらい状態でこう無理に伸ばしてきてタタタタッとなる場合は、これやりすぎですので痛くない範囲で行うようにしてください。または頑張りすぎちゃうと肩をすくめてしまう場合があります。これも頑張りすぎですので肩がすくまれない範囲で、なので後ろにこう伸ばしていく、上げるって話をしましたけど、上げるって意識もそう、こういう話にもなりやすいので、どちらかというと手をできるだけ斜め後ろに伸ばしていくぞっていう感覚で上げていただけるといいかなと思います。で、これがなんで上半身を起こすのに役立ったり腕を伸ばすのに役立つかと言いますと、上半身を起こすためには大事な、一番大事な背中の筋肉ですね。で、お腹の筋肉も合わせて大事になります。合わせてこの動きをすると何になるかと言いますと、胸が張りますよね。胸が張るのでこの辺の筋肉とかこの後ろの筋肉の働きやすさも増します。あとは合わせて肩甲骨ですね。肩甲骨もこう背骨に寄っていく動きになりますので、背骨に寄っていくと体幹に、広背筋って筋肉があるんですけれど、そういう筋肉の活動も増してきますので、より体幹のサポートます。今度は腕を伸ばすときですね。腕を伸ばすときにどうしても伸ばすから前の練習が多くなると思うんですけれども、この肩とか肘の練習としてはいいんですけれども、実は肩甲骨ですね、先ほど話した肩甲骨がこう外に流れている方って実は結構多いですね。そうするとですね、前に出す練習はいいんだけど、肩甲骨が前に流れているのでちょっと力が入れづらかったり不安定になる場合があります。ですので今の練習で肩甲骨を外じゃなくて内側の方に寄せる運動にもなりますので、その刺激が入ってくるとそこで肩甲骨が外に流れないようにコントロールしながら腕を伸ばすチャンスが出られるということで、この練習を行ってみてもいいかなというご紹介でした。特にこう何回やればいいとかはないんですけれども、肩がこう上がってきたりとか痛みのない範囲で、あとは一部どこか非常に疲れが出なければ、繰り返し休憩を挟みながら行っていただけるかなと思います。腕振りも痛みには注意しながら行ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また何かご質問などあればコメント欄にお書きいただければと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。